皆さんおはようございます2016年8月13日土曜日の朝6時平智之の報道ウォッチの時間ですこの番組は政治経済社会科学技術などのさまざまな分野から一つのニュースを取り出して私平智之の考えを述べる番組であります、えー、今日もまずニュースからお伝えをしたいんですが、えー、つい先日ですね、えー、このおー 経常収支ですねあの貿易の売り買いの差額がどれぐらい黒字であったかとか海外に投資をしたその配当金益金等がどれぐらいあったかとかあと、えー、旅行の日本が海外に行った時は向こうにお金を落とすからマイナス海外から日本に京都に来ていただいた場合はこちらにお金を落とすからプラスその種の輸出入や投資や、えー、旅行などのプラスとマイナスを足し算引き算して どれぐらいプラスががあるかが経常収支ですでその、えー、2016年今年の、えー、上半期1月から6月の数字が出ました速報値ですけれどもでそれによるとですねあの、えー、この所得収支と言われるものこれは貿易ではありません輸出と輸入の差ではなくて、えー、海外に投資をした例えば M&A などで企業に投資をしたり えー、あるいは海外の債券を買って、えー、その益金が入ったりといういわゆる金融所得にあたりますねで、これがですね、えー、ここ数年、過去最高を記録し続けておりまして、今年もですね上半期のみで、この半年だけでですね10兆円ぐらいのプラスになりましたというニュースがございました。えー、私はね 今日はあんまりもう細かい情報をお伝えするというよりこれだけの情報からこの先を自由に考えてみたいと思うんです。で特にね今の20代の学生さんはじめお仕事をする若い皆さんに呼びかけて問いかけてみたいなというふうに思うんですが3世代を考えましょう。で実はあの企業がね あのグローバル経済と言われるぐらいでありますから、えー、個人じゃありませんので、えーえー、所在地を海外にしたり支店を海外に作ったり営業拠点を海外に作るということはできますよね。自分の体を一部切り取って外へ置くということ人間の体じゃありませんから法人というのは同じ人でも、えー、紙の上でで自由に動動けますす世界中動くんですでそうしますとどこにその利益や生産拠点や 自由にお金が動いていくということになりますね。でその結果ね、紙半期だけで10兆ですから年間で今日本の企業というものは20兆円規模のお金を得ることができる力を持っています。世界中を動き紙の上で動き回るからです。でこれ特に今の20代の若い皆さんに分かっていただきたいんですが、20兆の金融所得ってこれどういうことかと言いますとね、あの経常利益 あの原価を材料を買ってで社員に給料を払っていろんなことをやって経費を全部払った後に20兆っていうとするとですね経常利益率が例えば5%だとしますとねこれはあのことになりますこれはあのつまりここからまた原価がいるわけじゃないですからね投資した分の戻り ですからあの純粋な利益ということで日本に跳ね返ってきているものですから数百兆ぐらいのインパクトを持つものでありますで日本はもう皆さんがこれから社会に出ていくこの日本という社会は 私なんかが子どもの頃はね50代の人間が子どもの頃は日本は貿易立国で物がないから人が財産資源ですとだからより多くの物のを輸,入輸出して海外からお金を得ましょうという時代でしたが今は得たお金を海外に投資してその配当金や利益で利子等で利益を得ていくというまあ貿易大国からむしろこの金融大国の道の方へ向かっていると。 でそのような経済を作ったのは誰でしょうか皆さんのおじいさんです、えー、高度経済成長期を生きた、えー、場合によっては10年20年と海外の工場長などをしながら、ねえー、息子さん娘さんと奥さんを日本に置いて本当によく頑張った世代が今の70代前後以降でありますでその世代がいわゆる当時流行った猛烈サラリーマンという言葉 あるいは植木仁さんのサラリーマン映画もちょっと思い出しますけれどもそういう時代の大変な苦労を経てですね純、えーえー、金融資産で今や1300兆円全体が1700兆で400兆ぐらい住宅ローン等の借金残債がありますから引き算をしますと純家計の個人資産は今1300兆円ぐらいあります。でこれだけのお金をね 猛烈サラリーマンをしてくれた皆さん20代の皆さんのおじいさん私の世代から見れば親の世代のちょっと下になるんですがこの世代がね積み上げたわけでありますであの企業のお金は先ほども言ったように紙の上で生身の体じゃありませんから世界中回りますからこのようにすごい金融収支を得ていく今後もこれ拡大すると思いますね。さて個人が貯めたお金どうなるでしょうか 何度も言いますが、個人はの居住地をそう簡単に海外に移動できませんよ。何百兆、何十何百億、何十億というお金を持っている方が相続税対策であえて海外に居住するケースというのはいくつか情報を報告されてますけどね。そんな簡単なことではありません。コストもかかるし、為替やカントリーリスクもありますから、そう簡単に移動できません。そうすると一般的に見ると、個人が海外居住する それは難しいから、個人資産はね。企業のお金のようにそう。簡単には海外動かないんですよ。そうするとどういうことにこれからなるか、20代の皆さんにとってね。おそらくね日本の平均寿命だいたい80歳前後ですよね。男性も女性もそうするとね。まあ,あの今後ね。20年30年内に皆さんのお父さんにの世代50代今の50代の世代に。 遺産相続で移りますでそれはつい先日そのおととしでしたか相続税税率の最高税率がー55になりましたね、えー、ですから例えば10億円が遺産相続のお金だとするとその55%である5億5,000万が、えー、国,国の方へ納税されるという制度により 最高税率が上が上りましたそして控除するお金も減りましたのでより相続税を取る方向なんですけどね重ねて言いますが1,000兆を超える家計の個人資産でありますからそれでもね500兆近いお金が非常に荒っぽい考え方ですけれども皆さんのお父さん20代の皆さんのお父さんの世代に今後10年20年で移ってくると相続によって移ってくるということであります。 でここでねこのお金がその後どうこの社会に使われていくかですけれども何度も言いますが企業のお金は紙の上で世界中を回りますから利益として所得としてさまざまな形でこの離職増えていくということができるかもしれません。もちろんね専門用語でベップスといって今パナマ文書とか それかかからグーグール課税税なんかご存知ですよね税制とか世界中を逃げる税金を追いかける制度がものすごく強化されていますからこの23年ですよですからそう簡単に悪質なことはもうできなくなっていますが合法的にお金が世界を駆け巡る企業のお金に比べて個人のお金はそう回っていきませんからえ人口減少の社会である低成長社会の日本でそのお金が離職を生むという構造には 当面は今のところちょっと想像がでできないんです。これがねこの一兆のお金が動けば別ですよ。日本が大きく政策を転換してこの個人の家計の個人の金融所得をもっと動かしやすくすればねこれは全く事情が変わります。しかし今のところそういう見通しが今ないのでもしそうだとすると一つのシナリオはその引き継がれた。 例えば相続税率55%を引いた残りの500兆が皆さんのお父さんお母さんの世代に移った時にそれを30年かけてこの社会は消費していくかもしれませんで消費すると皆さんが今度70歳になった時にどんな社会になっているかというと高度経済成長で積み上げてきたお金を2台にわたって使い切ったところで皆さんが70歳になるということになります。でそうしますとね 今度は今20代の皆さんに例えばこんな想像してもらったらいいと思うんですが、つまりゼロに戻るわけですね。ゼロに戻るとその時に皆さんが子供たちが社会にいますよね。子供たちが社会にいます。その子供たちにどんな人生を送ってもらいたいか。ここはね、やはりあのいくつかのシナリオがあるんですけれどもね。私は一つやっぱりそのグローバルに生きていく。 個人というものののを育てていいいくととうのは一つの選択肢だと思いますもちろん地域に密着し、えーえー、の地域の中で個人的な信用関係の中で生きていくということももちろん極めて大切な人生ですが一方であのゼロに戻っていく社会ですからよりその時はいろんな多様性が生まれてますから。 世界中でどこに居住しても、えー、その世界世界であの十分に生きていける能力を身につけるもちろんそれは言葉もそうですし文化の知識もそうですし、えー、経験も必要になりますそういうグローバルな人材を個人自身が世界中を回れるような人たちを皆さん今20代の皆さんの子どもの世代においてそういう人材を育てていかなければならないんじゃないかと。 いう意識を少し持っていただいたただらどうかぱり、えー、私自身もあの大学生の前でお話をすることが今でもありますけれども、えー、その大学生の皆さんが今のお父さんの次の代を社会を自分たちが切り開いていくんだぞっていうそういう価値観をあるいはやりがいを、ね、感じてくれたらいいな。 で私は社会は政治にしたって経済にしたって今の20代の皆さんにこの先こういう社会になりそうだから皆さんにこう期待するというメッセージをもっと出していくべきだもちろん皆さんが今からグローバルな人材になられるのももちろんですよしかし皆さんのその次の世代が本当にグローバルな人材になっているようにそのお父さんお母さんとしての皆さんがいるんだとその親の世代としての皆さんがいるんだということを自覚、えー、いただきたいな。えー お金はこれから本当に大きなあのダイナミックなあの経済に入っていくと思います。企業のお金、個人のお金、それぞれに違う動きを示すでしょうから、あの皆さんどうかそれを念頭にだと、政府には個人のお金がもっと投資等で動くような。そんな制度改革をお願いしたい。以上、申しまして、今日のお話をします。また再来週お会いしましょう。ありがとうございました。